皆さんこんにちは。山本由伸選手や今永選手のメジャー挑戦、さらには FA 権を行使した選手たちの移籍など例年以上の盛り上がりを見せているプロ野球。すでに広島の西川選手のオリックス入りが確定し、来シーズンの勢力図が大きく変わりそうな様相を呈しています。そんな中、争奪戦に発展し多くの球団が獲得に乗り出しているのがオリックスの山崎福也選手。6球団が獲得に乗り出していると言われ、4年12億円とも言われる好条件が提示されているようです。一方、通算で見ると近い成績を残している石田選手には獲得報道がほとんどありません。今回の動画では各チームの投手事情を分析し、石田選手の獲得に乗り出しそうな球団について考察していきます。ぜひ最後までご視聴ください。今シーズン先発として23試合に登板し、4勝9敗、防御率 3.97 という成績を残した石田選手。2020年には中継ぎとして50試合に登板し、防御率 2.53 を記録するなど、先発中継ぎの両方で起用できる使い勝手の良い左投手です。そして石田選手の通算成績はかなり山崎福也選手と似ており、ここまで獲得レースに差が出たのは予想外でした。石田選手は通算で37勝43敗、防御率 3.47 という成績。対する山崎福也選手は39勝45敗、防御率 3.85 という成績で、かなり似ていることが分かります。両選手は来シーズン32歳になる同級生で、左投げという特徴も同じです。唯一の違いとすれば、過去3年間で山崎福也選手が24勝を挙げているのに対し、石田選手は13勝に終わっている点が挙げられます。両選手の違いについて野球評論家の高木豊氏は、山崎は優勝しその中で10勝している、投球の幅というところで山崎の方が1枚上手かなとは思うんだよねと言及。3年連続で優勝していて、そのローテーションの一角をずっと守ってきて、優勝経験もあるし、その中で今年なんかは10勝以上挙げたし、そりゃ評価は高くなるよとねと山崎福也選手を高く評価した一方、石田選手については、実績から言うと開幕投手も務めたこともあるし、 DeNA のエース格になっていたことはある、ただ2桁勝ってないというのが懸念材料だし、今年は大きく負け越したとマイナス材料について語りました。続けて、山崎が決まらないと石田も決まらない気がすると語り、山崎福也選手の動向次第で石田選手の獲得レースが始まるというのが高木氏の見解のようです。ではどういったチームが獲得に乗り出す可能性があるのか、順番に見ていきましょう。1球団目の候補がヤクルトです。リーグ2連覇を果たしたものの、今シーズンは最下位に沈んだ中日とゲーム差なしの5位に終わったヤクルト。リーグワーストのチーム防御率が示すように、投手陣に課題があるのは明らかです。中でも先発事情が苦しく、リーグワーストの防御率 3.95 を記録、日本一に輝いた阪神は 2.79 となっており、先発防御率だけで1点以上の差が開いています。追い打ちをかけるように今シーズン18試合に先発し、6勝5敗、防御率 3.22 とまずまずの成績を残したピーターズ選手の退団が決定。2桁勝利を挙げたのが、来シーズン34歳となる小川選手だけという厳しい台所事情で、先発投手の補強が最優先事項となっています。打線は村上選手の復調や怪我に苦しんだ塩見選手の復帰といった上積みの材料が思いつくものの、投手陣はほとんどありません。唯一奥川選手の復帰くらいでしょうか。そのため山崎福也選手の獲得にも乗り出しており、交渉解禁日に高津監督が同席する形で猛アプローチ。高津監督が一番山崎投手を必要としているチームがスワローズだと思っていますと語るなど、本腰を入れているようです。ただ提示している条件は巨人やソフトバンクを下回るとみられ、獲得できない可能性は十分にあります。先発の出来次第ではリーグ優勝を狙える布陣が揃っているだけに、山崎福也選手を獲得できなければ石田選手にターゲットを変えてくるのではないでしょうか。左の先発候補が高橋選手と石川選手くらいしかおらず、左の先発は喉から手が出るほど欲しいはず。石田選手の獲得に動く有力候補の一つと予想します。2球団目の候補は巨人です。球団史上2度目となる2年連続 B クラスに沈み、阿部監督が新たに就任した巨人、球団史上初となる3年連続 B クラスを何としても避けるべく積極的な補強に乗り出しています。リーグ最多となる
164本のホームランを放った。強力打線を擁している。巨人のウィークポイントは明らかに投手。ヤクルトに続くリーグ5位のチーム防御率 3.40 となっており、改善が求められています。ストーブリーグではウォーカー選手を放出し、ソフトバンクから泉選手、高橋選手を獲得。さらに2日後にはオリックスから近藤選手を金銭トレードで獲得するなど、投手陣を徹底的に補強しています。山崎福也選手の獲得にも乗り出し、阿部監督も同席する形で交渉を実施。4年総額10億円とも言われる大型契約を提示し、獲得を熱望しています。確かに投手陣が課題の巨人ですが、特に課題となっているのは中継ぎ陣です。先発防御率は 3.16 を記録したのに対し、救援防御率は 3.83 とリーグワーストを記録。先発は戸郷選手や山崎伊織選手らが順調に育っていますが、中継ぎはかなり手薄な印象です。そうなると中継ぎ経験も豊富な石田選手の方が補強ポイントにフィットするのではないでしょうか。石田選手は中継ぎとして120試合以上の登板経験があり、手薄な左の中継ぎとしても起用できます。トレードで獲得した泉選手や近藤選手は中継ぎとしての起用が予想されますが、まだまだ層が薄いので石田選手獲得に乗り出すと予想します。将来の監督候補として2軍監督やヘッドコーチなど、あらゆる経験を積ませてきた阿部監督に球団史上初となる3年連続 B クラスを経験させるわけにはいかないはず。なりふり構わない補強が見られるのではないでしょうか。3球団目の候補はソフトバンクです。3年連続で優勝を逃したソフトバンクの課題は明確に投手陣、特に先発投手の層が薄く、先発防御率はリーグ5位の 3.63 という数字に終わっています。エース級の活躍が期待された石川選手と東浜選手は揃って防御率4点台と苦戦。3年ぶりの日本球界復帰となった有原選手と、来年43歳になる和田選手が安定したピッチングを見せ、なんとかローテーションが成り立っているような状態でした。今シーズン9試合で先発した藤井選手は中継ぎへ再転向することとなっており、6試合に先発した森選手、3試合に先発したガンケル選手は退団。そのため20試合以上分の先発投手が足りないことになります。さらにトレードで投手を放出しており、投手の投数を確保するためにも FA などでの補強は必須になるでしょう。山崎福也選手に4年総額12億円超という好条件を提示しているものの、山崎福也選手はセリーグの在京球団を志望しているという報道もあり、簡単な交渉にはならないはず。オリックスのライバルでもあるソフトバンクへ移籍することになれば、オリックスファンからの反発も避けられないため、山崎福也選手としても選びにくいのではないでしょうか。上昇軍団を義務付けられるソフトバンクとしては、4年連続の V1 は許されません。4年総額40億円とも言われる超大型契約でオスナ選手を残留させ、不祥事のあった山川選手の獲得に動くなど、なりふり構わない補強も見せています。 DeNA 時代にバッテリーを組んでいた峰井選手を昨シーズン FA で獲得しており、石田選手の情報も持っているはず。山崎福也選手の獲得が実現しなければ、すぐさま石田選手にアタックすると予想します。そして最後の候補は日本ハムです。今シーズンの日本ハムはチーム防御率がリーグ3位と、まずまずの安定感を見せており、投手陣の課題がそこまでないようにも思えます。しかしチーム最多となる24試合に先発し、9勝9敗、防御率 2.96 を記録した上沢選手がポスティング制度によるメジャー移籍を予定しており、大幅な戦力ダウンが避けられない状況です。 FA 権の行使が噂された加藤選手は残留となったものの、上沢選手が退団となれば先発陣は一気に厳しくなります。また来シーズンは新庄監督にとって3年目のシーズンとなり、優勝争いに絡めなければ退団となるのが規定路線でしょう。これまでの日本ハムはダルビッシュ選手や大谷選手といったスーパースターを抱え、安定した強さを誇っていましたが、近年は低迷。人気の起爆剤として招聘されたのが新庄監督でした。球団の思惑としては少しでも新庄監督を引っ張りたいはず。ただ結果が出ない中で続投させるのはファンの反発が避けられないため、大型補強でのバックアップを行うとみられます。実際左のエースでもある加藤貴之選手を倍増以上となる4年12億円という大型契約で残留させており、その本気度がうかがえます。山崎福也選手の獲得にも乗り出していますが、
獲得ができないとなれば、石田選手にシフトチェンジすると予想します。いかがだったでしょうか。左の先発投手はどの球団も欲しいはずで、山崎福也選手の移籍先が決まり次第、石田選手の獲得レースも動き始めるでしょう。今回の動画では獲得に動く球団を予想しましたが、現在所属している DeNA に残留する可能性も十分にあります。 DeNA はバウアー選手と今永選手という2人のエース級投手の去就が流動的で、今永選手はかなり高い確率で退団となるでしょう。一気にエース級が2人退団するとなれば、ローテーションがかなり厳しくなり、1998年から遠ざかっているリーグ優勝からさらに遠ざかってしまいます。そのため先発中継ぎの両方を任せられる石田選手の残留交渉に力を入れるのではないでしょうか。徐々に熱を帯びてきている今年のストーブリーグ、今後の動向から目が離せません。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんのコメントをお待ちしております。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。